横浜市の市民の森は横浜市に存在する市民の森のことであるが、本校では同市の緑地保護制度の一つである市民の森について解説する。横浜市と土地所有者との間で10年以上にわたる契約を結び、緑地保全、市民の憩いの場づくりに役立てる制度で1971年により実施されている。市民の森に指定されるのは おおむね2ヘクタール以上の土地で、樹林地のほか、樹林地と一体となった原野や農地、ため池なども対象とすることがある。指定を受ける都市が散策路などの整備を行い、土地所有者への緑地育成奨励金の支給や固定資産税、都市計画税の減免措置が取られる。土地所有者は、指定を受けた土地の開発行為ができなくなり、所有権譲渡や、 低等権などの権利設定には、市長との協議が必要となる。入場は、日の出から日没までで、動植物の採取や持ち込み、下記の使用はできない。南本塾市民の森、新橋市民の森、西側の旧高田の湿地エリア、ひとり市民の森、下長屋市民の森小机城市市民の森、瀬上市民の森2020年4月1日時点で47カ所。 約550ヘクタールが市民の森として指定を受けている。なお未開園の市民の森は過小となっているため今後名称が変更となる可能性がある。ありがとうございます。